香です。豊崎あきです。私たちバーチャルなスミアです。初めましての方も多いと思いますので、まずは一人ずつ自己紹介していきたいと思います。まずは私、ことぶきみなこから。皆様改めまして、ことぶきみなこと申します。マジことぶきな、このことぶきというね、本当にめでたい名前のついた本名でございます。そんな私はですね、神戸出身、そしてスフィアの中では紫色を担当しておりまして、バーチャルなことぶきみなこはおでこが魅力でございますので、どうぞお見知りおきをよろしくお願いいたします。私、高垣彩希です。スフィアの中では最年長、そしてカラーはピンクを担当しています。性格はですね、石橋を叩きすぎて割ってしまう心配性、そして趣味は一人旅とダジャレです。それではここでバーチャルな自己紹介ダジャレを一つ言いたいと思います。初めてのバーチャルの自己紹介、ダジャレで滑って放送事故しようかい。自己紹介だけに。私がダジャレ言うと、なんかこう世界がちょっとなんか歪んじゃうのかな、大丈夫かな、怖い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 。ということでよろしくお願いします。はい。続きまして、戸松遥香です。オレンジ色の人でございます。スフィアではね、よくあのリボンをねつけるのが。あの多くて、今回もリボンにポニーテールというビジュアルにしていただきました。お寿司とお酒をこえなく愛する、女でございます。そしてにわかですけれども、ちょっとしたサメオタクでございます。出身は愛知県、血液型は B 型、どうぞお見知りおきを。見合いお見合い、かしこまったね。お見合い。皆さん、改めましてこんにちは。アニメとゲームが大好きなサブカルこじらせショートカット、メンタル強くてニューゲーム、バーチャルスフィアの緑色担当、豊崎亜希です。イエーイ、よろしく。かわいい。詰め込んでる。詰め込んでみた。初めましての人もいっぱいいるだろうから、ちょっと前世の私たちのことはもしかして知ってても、このね、バーチャルスフィアとしてお会いするのは初めましてっていうことで、いろんな要素を詰め込んでみました。覚えてください。はい、ということで、バーチャルスフィアというところではね、まだ生まれたてほやほや、今日が初披露ということなんですけれども、そんな私たち4人はですね、それぞれ声優としていろいろな作品に関わっていたり、またソロアーティストとしても歌を歌ったりしているのですが、そんな4人が集まるとスフィアというユニット名になりまして、様々な活動を、しております。そんな私たちがですね、この度バーチャルデビューライブを行わせていただくことになりました。やったー、やったー、やったー、私たち初の試み、マジことぶき、マジことぶき。ライブタイトル、ね、ライブタイトルはですね、スフィアビジュアルライブボリューム1。ビジュアル系にあったよ、私たち。あんなに確認してたのに。ライブタイトルはスフィアバーチャルライブボリューム1、フューチャーストリーミングバーチャル飛び出すスフィア。イエーイ、飛び出すスフィア。こちら開催日は8月22日、日本時間で19時からとなっております。こちらですね、インターネット環境があればどの場所からも、全世界から見ることができるので、ぜひ空間を越えて私たちバーチャルスフィアに会いに来てくれると嬉しいです。つまりイギリスにいるメンバーもいたりとかするんですね。そうですね、そうなんですね、みなこさん。そうです、みなこさん、前世のみなこさんがですね、イギリスにいらっしゃいますので、そうなんですよ、イギリスからでも見られるという、なんといういいことでしょうか。そうなんです、ありがとうございます。もちろんすごいグローバル、はい、ワールドワイドでも見られます。はい、VR デバイスでもスマホでもパソコンでも自分に合った環境で見ることができますよ。私たちの前世の活動を知ってくださっている方も、初めましての方も、バーチャル空間で一緒に楽しめるライブにしたいと思っております。詳しくは概要欄の方をチェックしてください。そして少しでも気になった方は、ぜひいいねボタンやコメント、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ね、楽しみましょう。ね、ね、ぜひぜひ。はい、楽しみだね。はい、皆さん5人目のスフィア
になった気持ちで一緒にね楽しいひとときを過ごせたらなと思っております。というわけで以上スフィアでした。